皆さんこんにちは。爆発サザエです。2019年5月の13日です。いつも毎年やってる場所ではあるんですが、今年はここ初めてです。今日の晩ご飯は乳老タンメン、これをいただきます。18時半です。エンジンスタートと水銀灯つけました。あとは HID もですね、もうつけちゃいます。今日も昨日と同じようにアダプターにつないで充電しながらやるということで、30ワットでいきたいかと思います。18時50分になります。黒黄金が結構飛んでいます。今日もまた差し紙だらけになる予感がしますね。ちょっと近寄れないかもしれない。7時10分です。虫の数はすごいですね。10時21分。水銀灯を再起動させようとしたらですね、エンジンがストールしてそのまま回んなくなってしまいました。入った。20時22分、エンジン再起動せず、残念ながらバッテリーこれそんなには持たないんで撤収作業をします。残念です。この間と全く同じ位置に小高が帰ってきてプラグをチェックしてみます。すごいかぶりです。